サークルナイツ2おめでとう、ありがとう。1人2役、これが5分ディレイの辛いところ。いやー、でもついに堀さんがね、大復活、トップ取って、しかもね、堀さんでないと取れないんじゃないかというトップを取りまして、チームはなんと2位。いやー、皆さんも気持ちいい週末を過ごすことができたんじゃないでしょうか。ということで、桜ダイツはね、なんと次の出番金曜日、これはね旧チームになったんで、どっかでね休みが長くなる期間が出るんですけど、それが入りまして、今度は金曜日なので、まあもちろん金曜日勝ちたいので、しっかり練習していきましょう。いやー、もう早くね首位に立ってね、1位の頂の姿を皆さんに見せたいですね。そして何を隠そうね、僕ね、桜ダイツ入ってからこんなポイント持ってたの初めてなんで、はい。内川さんとかはさ、いやー久々だなーって、こんだけプラスあるのって言ってたけど、僕は、初めてっす。僕が桜ダイツ入ってから、一回もこんなプラスないっすって言ったら、あ、渋はそっかーって言っててね、そう。なのでね、初めて味わいましたんで、このプラスをね、もうもっともっとこのいい気分を味わっていきたいんで、まあこの勢いを渋が止めるわけにはいかないということでね、次の出番までしっかり鍛錬していきましょう。うん、あと最近ね、思ったんですけど、ナーガタンがね、話題に上がること増えてねえかと。麻雀界、ナーガタン話題上がる率増えてんじゃないかということで、まあ、ナーガタンの話題がいっぱい上がるのはとてもいいことだと思うんですが、それによってちょっと喧嘩起きやすくなってんじゃないかとも思うんでね。ナーガタンはね、ナーガタンなんで、うまく付き合っていきましょう、皆さん。いやー、パーピンとスープ打ったら、トイメンにもうめちゃくちゃ補充しそうなんだけど、多分安いんだよね、トイメン。で、E1 振り点なんだけど、1番バキョウいんで、これはパピー押します。うん。ロン。まあ、安いんだよ、もう。知ってたんだけど。もう危ないな、知ってんだけど、手がいいし、相手安そうだしってことで、これは押し、うん。ナンバータンは打点読みにつき押しとなりました。今のもナーガタンは多分ね、押さないと思うんだよね。その辺がナーガタンとナンバータンの違いでしょう。その件が、伊達水原コンビのポッキーゲームというやら技で登録者6万に達成していたので、こちらも堀春ポッキーゲームで8万にやってやりましょう。その件関係ねえじゃん。その件関係ねえじゃん。伊達水チャンネルじゃん、それ。それはさすがにずるすぎるね。クレーム入れよう。うん。さすがにその件さ、ちょっとそれはちょっと、もうセーフ。まあ、実はね、7700は8000まで打てたんですよ。8000は8300打ってたら、射入だったんだけど、まあ、7700は8000まで打てたんで、まあ、打っても大丈夫だなと思いながら、実は打ってました、ちゃんとね。8000ではなかなかなんないからね。ということで、ナイストップ。ドンですねー。飛んで勝ったじゃん、これ。奇跡の勝ち。待って。ダブロンによって絞って飛んで勝ったんだけど。もう完全に流れが、これダブロンによって下茶飛びまして、僕がトップ、完全に流れが来てますということで、デイリーダブル渋川、サクラナイツ堀慎吾に続き、サクラナイツ渋川ナンバーもデイリーダブルだ。マジでやばいな、乗ってるよ、乗ってるぜ、これ乗ってるとしか言いようがねえだろ。最後の見た、最後ね、M だったら頭跳ねされてるからね。M でやらなくてよかったんだよ。最後のは、ジャン玉でやってよかった、マジで。うん。だって M だったら、ロンって言ったら、ロンって言われてさ、頭跳ねされてるから、ここでやって、一番いいとこでやった。一番いいとこでやった。ジャン玉でやってよかった。うん。ちょうどよく使い分けてる、本当に。ということで、最近絶好調だし、丁寧さ出てて、うん。多分、ナーガタンと、うまく付き合えてるのもあるね。うん。最近の配布も多分、ナーガタンにかければいい数値が間違いなく出るだろうし。うん。かといって、ナーガタンに寄り切ってない、ここは渋流だよってのも残ってるしね。いいバランスでできてるんで。まあ僕はもう正直、M リーグは、ナーガタンとはかけ離れたものだと思ってるから、うん。かけ離れ気味だと思ってるから、うん。M リーグのデータはあんま意識してないけど、まあ、麻雀としては非常にいいかな、と思いますね。
まあ、Mリーグにももうちょっと長寄せでいってもいいような気もするし、やっぱり今のバランスでいいような気もするし、そこはちょっと難しいとこだけど、まあ、とりあえずフトッシーがね、マジでほとんど変わってないバランスでいってるんで、でやっぱそれ見てると、うん、やっぱちょっと僕は僕流でいいかなと思ってるけど、もうちょっと長寄せにするかどうかの微調整は任せるが、今はなんかまあ勝ってるし、今のところこのバランスしっくりしてるし、まあとりあえずこれでいいかなと思っている状態でございます。そうだね、まあでも今ぐらいでな、ちょっと長かったな、攻めすぎなんだよな、支部基準ではね、ちょっと攻めすぎというか、うん、なんだよな、どうなんだろうな、難しいけど、まあその辺もとりあえずやっぱ今ぐらいが安定するんだよな。とりあえずね、桜今ちょうど勝ってるしな、ちょうど勝ってるし、この安定する打ち方でやるのがいいと思うけど、まあ、もうちょっともしかしたらナーガに寄せながらやるかもしれないし、まあ、ただジャンタバ王座の場は完全にこのぐらいのバランスでいいかな。うん、ナーガタ、まあ、攻めすぎっていうか、あの安牌持つの序盤絶対許さないマンだからさ、基本的にね、うん、だからまあまあ M リーグの僕見てると分かるけどさ、なんかもう本当にしょうもない手はさ、かなり守備的でやってるじゃん、うん、そこが一番違うかなと思うね、うん、なんか安めの仕掛けもね、うまくいかないんだよね、あんまりで、うまくいったとしてもね、安いからね。Mリーグはなんかやっぱ仕掛けに対する反応がみんな機敏すぎる、うん、のと、高打点が出すぎだから、やっぱしょうもない手で安牌なくすリスクがでかいかなと僕は個人的には思ってるね、うん、あとトップが偉すぎるから、なんかしょうもない補充をする罪も増えてるから、うん、今ぐらいのバランスでいいと思うけどなと思いますね。まあだって多分王座の間の、まあ、ナーガの類似度ね、平均とM リーグでの平均多分全然違うわけよ。全然多分王座の間の方が平均下手したら5ぐらい高い、5は言い過ぎかな、まあでも3から5ぐらいは多分王座の間のが高いと。ただM リーグと王座の間では、王座の間は時間制限ありで配信しながらやってるけど、M リーグはもうめっちゃ集中して配信もせず喋らず打ってるわけだから、M リーグの方がマージャンへの没入度は高いはずなのに、そうなってるからやっぱ打ち方がだいぶ違ってるなぁと、うん、僕は思うんだが、とりあえずちょっとフトッシーね、ミスターナーガ、ミスターナーガフトッシーの様子を見たいね、うん、まあ、フトッシーはちょうどチャラぐらいだよね、多分ちょいマイナぐらい、チャラかちょいマイナぐらいだったはずだから、まあフトッシーの実力からしたら絶対物足りない数値だから、まあ、これがついてないのか、それともルールの同じように打ってるのが良くないのか、そこがまだね完全に把握しきれてないから、あの作戦がうまくいってるとこいっぱいあるからね、うん、まあちょっと様子を見ながらいろいろ考えながらやっていこうと思います。まあでも基本はね、今のバランスが結構合ってそうなんで、この調子で頑張っていきますんで、ぜひ応援よろしくお願いします。ということで本日はご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価ができればメンバーシップ登録を一旦よろしくお願いします。一旦ね、一旦ね。